後ろも綺麗だしね。で、あちらに見えます山が磐梯山でございます。かの有名な磐梯山。磐梯山、うん。じゃあさっき俺たちがいた背景は裏磐梯山、うん、これだけ自信満々に言ってるとさ、間違いだったらウケるよね。あれ、長靴履いて入ってるよ。うん、ここじゃ浅いんだ。うん、朝日が昇るね。朝日どこ？え、あそこ。うん、太陽が昇る。履いてるって。履いてる。え、いや違うよ、別にそういう意味ことじゃないよ。どういうことで。いや、湖取ってる。取ってないでしょ。取ってる、取ってる。取る位置を。取ってる。いや、そんなことないよ、おかしくないよ。いや、近づいてるけど。え、近づいてるけど。いや、そんなことない。いや、湖取ってるんだって。湖取ってないでしょ。え、取るがさ、取ってるでしょ。またおかしいとか失礼なこと言った。もうちょっといれば朝日上がるかもね。うん、かわいい白鳥。白鳥か。うん、よくわかんねえ。かわいい。夫婦かな。夫婦ねえ。
桜と湖。え？湖見えない？まあ、帰りによく見えるさ。また通るから。いいね、桜。うん、いっぱい。いや、まさに満開じゃないか。降りる？うん。いやー満開だ。本当に満開だ。ちょっと葉っぱ生えてんな。崖の向こう側も行ってみたいね。いや車で行けると思うけど、あんな長いとこ、あんな長距離歩く人そうそういねえぜ。もうあと熊に気をつけろ。
鶴ヶ城着いたよ。天守閣が見える。福島県ってさ、風があんま吹かないからさ、なかなか散らないんだよ。中間だね。だろうね。でっかいね。めっちゃ散ってるね。うわ、散ってる。散ってる。
いや、これお地蔵さんみたいだな。いつでも写真撮っても窓開けてもいいよ。あ、言う前にも開けてたか。